ティモンフィールドスタッフの滝沢です。で今日はですね、この秋発売予定になってます文具のサイズアップバージョンですね、まあ通称デカ文具と言いますけども、そちらの方の実調解説の方をさせていただきたいと思います。基本的にこの文具っていうのは、まあ、樹脂と、金属のパーツで、構成されています。で、まあ、表面の、ね、平らな部分が、樹脂でできてまして、で下にこの出っ張ってる部分、これがね、金属でできてます。まあ、亜鉛製ですよね。で、これを2つをくっつけて文具、まあ、構成されてるんですけど、まあ、見てわかるように下側に真ん中センターに重りがついてますんで、これがね非常にこうパラシュート効果といいまして、まっすぐにこう揺れずにねずっとこう落ちていくわけですよ。その様がね、まさにこのペレットで、今までの文具、0.4g、0.6g の文具とどういうところが違うのって言われた時にですね、基本的に重くはなってるんですけど、シルエットも大きくなってるんで、あんまりね、そんなね、進化速度が急激に速くなったりっていう感じじゃないですね。まあ、なので、私的なこのね、使い分けなんですけども、ノーマル文具、0.4g、0.6g のノーマル文具で、まあ、比較的手前の魚を、まあ、丁寧な釣りで、まあ、サイトも含め、釣って、でそれである程度、まあ、釣果がちょっと落ち着いてきたら、そこでこのデカ文具の登場ですね。沖に遠投して、今度は沖の魚も、同じように釣ってしまうということで、まあ、釣果も2倍というになるかなっていう思ってるんですけどね、はい。なので、まあ本当にもう餌とも作っちゃうんですね、正直ね。キャストしたら、まずゆっくりホールさせて、まあもちろんね、このホール中に当たるっていうこともよくあるんで、ライン変化に注目をしながらね、あ、今ちょっと当たりましたね、あ、また当たりましたね。でボトムについたら、まあそういうかけながら、まあ、デジ待ちとかちょっとロッドをコンチョンと煽りながらね、十分に魚に見せて引き分けるという感じですね。もう本当にアピールがね、アップ10すごくアップしてて、もういいことだらけですよね。飛距離は出るし、十分にね目立ってるんで、魚がちゃんと見つけてよく来てくれますね。うん、着底を許しませんね。ホールでみんな食っちゃいますね。やっぱね、手前に来るとこうやっぱ不思議なもんだよね。バイトも減るってことはやっぱり、まあ、手前の魚はね、まあ、ある程度攻められて、まあ、釣れてると思うんですね。ただね、沖までね遠投すればもう本当にもうね、ホールでバンバン当たってくるんで、もうボトム突いた途端に食いますね。やっぱ沖はフレッシュですね。ノーマルのね、文具の、まあ、1.5 倍ぐらいの飛距離が出るんじゃないかなっていう感じですね。すごいこの、飛距離はね武器になると思うんで、だいぶお客さんも増え、皆さんちょっと苦戦し始めた状況で、デカ文具の競争スイッチ、ナブラが起きるかやってみたんですけど、やっぱり起きますね。結構このやる気のない魚がだいぶ増えてきてる状況だと思うんですけど、それをね無理やり、スイッチを入れるっていう、これは釣り方になりますね。さあ、ナブラが早くもすごい勢いで、うわ、すごいな。もう一投で魚にスイッチが入ってしまいましたね。このペレットをね巻いてるような釣り場さんではね、やっぱりこのペレットカラーの、文具フィール抜群なんで、もうねもう完全に魚がペレットと思って、もう魚がスイッチ完全に入っちゃいますね。でもう一投、まあ、今までの文具も今度デカ文具もそうなんですけども、
このね、フロントフックでセッティングした場合にちょっとこう針がねこう立って乗りやすいように真ん中にねこう溝が入ってます。なのでこれをこう引っ張られた時にねここにちょうどこう溝のところにこうね針がのはまりやすい感じでフッキング率がこれで、ね、かなり向上してますね。基本的にはフロントフックで使ってもらう文具なんですけども大会のねレギュレーションなんかで、リアフックでないと使えませんよという場合がね あります。ここにですねeスナップの00番をつけてそれにこう針をつけるっていうね方法を考え出しました。これねすごくよくてもしねレギュレーションでリアフックでしか使えないよって言った場合にはこのeスナップでフックを接続するっていうのが非常にとてもおすすめです。もう完全に今もうそこにいる魚をもみんなスイッチが入ってます。もうこうなるともう入れ食いですよね。この下についてるねウェイトですよね。これで魚から見ると非常にこう立体的に見えるんですね。ペレットにもう見えちゃうんでしょうね。表層と位置でこうナブラを起こさせるような時にも水面からねこのウェイトのおかげで飛び出しにくい。なのでこう水中でこう、ね、スイッチがちゃんとできる。やっぱりねこれが平面上の形になってしまうとどうしてもね高速スイッチした時に水面から飛び出してしまうんですね。で魚がこう一回見失ってしまうっていう現象が起きるんでそういう面でもねこの文具この立体的なねこの下についているウェイトがすごくね大きな意味があると私は思ってます。